ああ、いや、寒っ。今日はフェリーで、はい、香川県と岡山の間の瀬戸内のね、離島をいくつか回ってきました。はい、もうほんまにこう無数にあるよね、あそこね。うん、うん、それをまあちょっといくつか巡らしてもらったんですけども、はい、どこも人口が減ってるような状態でしたけども、はい、どうでしたか、そういうこう離島の暮らしみたいなのに、離島っていうかね、島、まあ、うん、島離島やね、暮らしっていうのをちょっと見て、まあ、街並み程度ですけどね、みたいな、うん、はい、まあ、やっぱりのんびりした空気は漂ってるよね、どこも。ああ、そうだね、ね、うんうん、本当に落ち着いたというか静かな、ね、うん、感じで、まあ、本当に皆さんゆったりと暮らされてるんだろうなと思いましたね。うん、ああいうこう小さい島の浜辺に住むっていうのもいいかもね。うん、まあそうやね。ただまあその買い物とか何かあると大変やろな、全部船やから。そうやね。まあでもなんかこう夏用の別荘とか持てたら、あるとこいいかもね。そやね、うん、こうちょっとした休みの間とかは、うんうん、すごくリフレッシュして楽しめると思います。うん、でなんかその香川といえばうどんでね、はい、そのだしをいりこで取るらしくって、うん、ね、でなんかまあそれがこういいのが取れるっていう らしいんですけども、はい、そのいりこっていうのが、まあ、そもそもそのカタクチイワシ、うん、ヤワクチイワシはあかんのか。じゃあ、もうダメダメ、硬くないとダメ、硬くない、カタクチイワシでだしを取るのが美味しいと、うん、はい、カタクチイワシを取ってすぐ加工したやつがいいと、うん、新鮮なやつがいいと。だからね、そのイワシがですね、もうびっくりした顔してると新鮮な証拠らしいんですよ。ね、突然揺られて、わー言うて、そう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 、それぐらい新鮮だと。そう、突然揺れられてびっくりするぐらいね、うんうんうん、びっくりした顔してるイワシが、うん、新鮮やっていう表現が面白いよね。うん、なんかね、いや、そらそうと、はい、カタクチイワシをまあその茹でて干して干からびたやつをまあいりこと言いますけども、なんでイリコなの？イワシやん。イワシがね、うん、そもそも名前が長くって、うん、短くキュッてなるっていうのは分かるよ。うん、イワシ、イリコって一緒やね、文字数が、うん、一緒ですね。なんで言い方を変えるのか。なんでやろうね。うん、でそれがまあ例えば言ってるからイリコやったらさ、それこうがおかしになるやん。うん、イリイワシじゃないとおかしい。そうやね。ね。うん、あ、今まで1個がまあハードルでしたけども、1つのでしたね。あいうえお作文で答えるってどう？イワシの E。 あ、なるほどね。イワシの C。 うん、なに、新しい無茶ぶりを。そう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 、だからあまりに今思いついたけど、うん、あまりにも急にね、うん、ああいう作文でって言ったらびっくりしすぎるから、もうびっくりしてなあ、ひっくり返って危ないもんな。うん、そうそうそう、だからちょっと説明してみてけど、取り入れてみたらどうかな。今回から3つで3文字で少ないからさ、やってみましょう。うん、はい、じゃあどうしてカタクチイワシがイリコっていう名前になっちゃったのか、うん、あいうえお作文でどうぞ。めちゃくちゃ難しいねいい、うん、まあ第1回やから、うん、あれかな、ちょっとこうダサくでもいいかな。いいよいいよいいよ。じゃあできた？いきます。はい、でははい、カタクチイワシがどうしてイリコという名前になったのか、はい、あいうえお作文で答えてもらいましょう。はい、それではイリコのイ、イワシがね、イリコのリ、立派に乾いて、イリコのコ、こうなった。おー、いかがでしょうか。ほう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 、
上手な感じだね。あ、一作目にしては、うん、一作目にちょうどいいぐらいのお手本のような回答が出たね。あ、それは良かったです。じゃあ私も、はい、じゃあイワシがなぜイリコになったのか、アイウェオ作文、イリコのイ、イワシ業界をリ、リードする、コ、工場あ、なるほど、イリコ、あ、なるほど。まあそれはさておき、はい、検索して調べましょうか正解を、はい、というわけでそろそろ8時なので、お、うどん屋さん開きますね。行きましょうか、うどん食べに、はい、ね、ではまたうどんの感想は後ほど、はい。